人目は井口和友投手。日本ハムでも中継ぎとして数多く登板してきた投手。今日の紅白戦では1イニングを投げて、11球で三者凡退に打ち取り、しっかりとアピール成功。ストレートに力強さあり、さすが一軍で投げてきた投手だ。インコースや低めへの制球も比較的まとまっていた。